州、ナーコルビー青木レッゼンを、はい、この度、千番出版から、はい、500円で発売することができました。はい、で、欲しい方、今日も何冊か持ってきてますんで、欲しい方はぜひ僕に申し付けください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、さて、じゃあ読ませていただきたいと思います。そそり立つ夏の恋物語。携帯電話に何度かけてもつながらなくて待ちぼうけたけど、約束の時間から約30分後、確かに君は来てくれた。その昔、伊勢の国の神様が名古屋へ上陸した。今ここで君と僕は折り重なった。暑い真夏の日差しの下で手に汗握る熱田神宮、思えば車の道も広かった。あいつはトヨタの自動車産業、暴走族も盛んないし、バイクの走り屋たちが夜空で一匹の竜をどかすとき、名古屋の社長子たちが一斉にそそり立つぜ。パンツ丸見え。まるで伊勢湾を泳ぐ中日ドラゴンズ、エビフリア行くぞ。一重、二重、見え、スー、以下と効果が激戦を繰り広げ、寝技で相手を誘い込み、くのいち日報を肩すかし、今年戦隊強いんじゃ、中部出場者鹿児島町、土は良いとこ、一度は良しそう、松坂ぎゅーっとハグしてなんぼ、今も水面下で動き出してる。終わり始まり物語、終わり始まり物語、名古屋の男と三重の女の終わりから始まる恋物語、終わり名古屋でいい夢を見て、そこから始めた恋物語。神秘的な社長こと伊勢海老の関係は、大陸から大陸へ愛する知恵を振り絞り、一番絞り、伊勢湾に広がるこの思い、うわたまんねえ。その肌を露出した超圧的なファッション、まさに俺好みだぜ。走り出した止まらない夏、そんな君も下心が見え見えさ。キャミソール、ミニスカート、ロングブーツ1号2号、日焼けしたその素肌をちらつかせてる君、玉の腰だね、ミラーボール。海辺でカーレディを聞きながら、壊れかけの君と僕、潮風に乗せて、どうか二人の愛が永遠に響き渡りますように。これが二人のラブソングだから、エクスタシー。はい、どうもありがとうございました。